いいもんがあるじゃねえか。あのカラフルなのはキノコ？ずいぶん大きいわね。よし、よし、行くぞ。あなたの体、変わってるのね。なんだこれ。綺麗だな。おい、不用意に近づくんじゃねえよ。危険なものだったらどうすんだ。ウソップが変な亀裂に吸い込まれた。ウソップ、どうなってるの。ヒスタリアに吸い込まれたのよ。ヒスタリア？ええ、この割れ目はほつれた記憶が生んだもの。このメモリアは思い出の世界。でも記憶は曖昧なもの。だからどうしても歪みができて、このメモリアとは別のヒスタリアと呼ばれる空間が生成されてしまうの。じゃあウソップはそのヒスタリアってとこに飲み込まれちまったってことか。ええ。おい、リム、ウソップは無事なのか。多分。でも記憶のほつれに飲み込まれて戻ってきた人は行くぞみんな、ウソップを取り戻しに。ここがヒスタリアか？さっきいた場所と同じように見えるけど。どこだ！ウソップ！残念だけど、あなたたちは行けなかったみたいね。リムちゃん？君も来たのか？いいえ、私は記憶のほつれに触れていないもの。つまり、あなたたちはヒスタリアに行けなかったということ。行けなかったってどうして？どうやらヒスタリアに行けるのは選ばれたものだけみたいね。それってみんな、チョッパーとゾロがいないわ。リム、俺たちはどうやったら向こうに行けるんだ。記憶のほつれを通ってヒスタリアに行けたのは彼らのみ。救出は二人に任せるしかないみたい。俺たちは信じて待つしかねえってことか。くそ、無事でいろよ、ウソップ。ここがヒスタリアか。他のみんなはどうしたんだ。俺たちとは違う場所に現れたのか、こっちに来られなかったのか。どうする。じっとしてる理由はねえだろ。行くぞ。おい、どこに行くんだよゾロ。どこって、ウソップを探すに決まってんだろ。それはそうだけど、一人で行こうとするなよ。お前だけだと迷子になるだろ。え、迷子になるわけねえだろ。どの口が言ってんだ。お前を探すのはウソップを探すより大変なんだからな。おい、おい、
チョッパー。なんだ、ど向こうで何か戦ってる。え、あ、この匂い、ウソップだ。きっとウソップが戦ってる。行くぞ。妙にガランとしてやがる。なんだこいつ、頭の上に妙なもんつけてんな。お前、怪我してるじゃねえか。どうしたんだ。草の化け物にやられたんだ。草の化け物。母ちゃんの病気を治すために薬草を取りに来たら襲ってきて。じっとしてろ、今手当てしてやる。それより長鼻の兄ちゃんを助けて。僕を守るために向こうで戦ってくれてる。長鼻のお兄ちゃん、ウソップだ。行くぞ。大した怪我じゃなくてよかった。応急処置はしたからな。俺たちが戻ってくるまでじっとしてるんだぞ。うん。ウソップ、今行くぞ。いた、ウソップだ。ウソップ。ん、チョッパー、ゾラー、お前ら来てくれたのか。俺はもう二度と会えないかと。話は後だ。その化け物を切り倒すぞ。来いよ、切られる覚悟があるならな。三刀流奥義、三千世界。やるな。必殺カエルボス。あいつの弱点はどこだ。アームポイント。俺の番だな。モンスターポイントも制御できるようにな。もう俺も。ウソップ、無事でよかった。まあ当たり前だ。俺がそう簡単にやられるわけねえだろ。それよりここは一体何なんだ。いきなり変な亀裂に吸い込まれちまってよ。ヒステリーだ。ヒスタリアだよ。そう、それだ。チョッパー説明してくれ。その記憶のほつれをほどく鍵を見つければここから出られるんだな。うん、リムはそう言ってた。鍵か、しらみつぶしに探すしかねえか。そういやさっきやった坊主、頭の上に妙なもん乗っけてたな。ん、そういやあの光ってたやつ、記憶のほつれにそっくりだ。あの坊主が鍵だってのか。それはわからねえが、何か知ってるかもしれねえ。あいつのところに戻ってみよう。無事だったか、坊主。あ、お兄ちゃん。
お兄ちゃんこそ無事だったんだね。当たり前だろ。俺は偉大なる海の戦士。あんな草なんかに負けるわけねえんだ。ところで、お前、その頭の上にあるのって、え、何のこと？その浮かんでる輪のことだ。お？分かってないみてえだな。どうしよう、これじゃ何もわからねえぞ。そうだ、俺、薬草を探さないと。早く母ちゃんの病気を治してあげなきゃ。頭の上の記憶のほつれにそっくりな光の輪、ヒスタリアから脱出する鍵か、鍵につながるヒントに違いねえ。どうしたのお兄ちゃん？あ、いや、なんでもねえ。それより薬草探し、俺たちも手伝ってやるよ。また化け物に襲われるかもしれねえからな。本当？聞いた話によると、薬草はこの辺りにあるはずなんだけど。手当たり次第に探すしかないな。近くまで行けば、俺の鼻で嗅ぎ分けられるかもしれない。そりゃ頼りになるぜ。さすがだな、チョッパー。褒められても嬉しくねえぞ、この野郎。それじゃ、行くぞお前ら。あ、うん。なあ、みんな。どうした、チョッパー。もしかして、もう薬草を見つけたのか？あ、いや、そうじゃなくて、さっきの戦いで、不思議な感じがした。確かに、妙な力の流れを感じたな。言われてみれば、俺も感じたな。まあ、今は薬草探しに集中しようぜ。そうだな。
これが薬草だ。でかしたチョッパー。ボス、薬草を見つけたぞ。ありがとう。これで母ちゃんの病気が治せる。これで記憶のほつれも解消できるな。ああ、力も取り戻せる。離せこのガキ、その薬草よこしやがれ。やめろ。これは母ちゃんの病気を治すのに必要なんだ。こっちは大金のためにその草ずっと探してたんだよ。なんだあいつ。武装してやがれ。仇じゃねえな。おい、おっさん、そいつの手を離せよ。なんだてめえらは。引っ込んでろ。おい、お前ら、こいつらを黙らせろ。やる気みてえだな。坊主、今助けてやるからな。俺はもうあの頃の俺じゃねえ。アームポイント。まだだ。これだ。ぶった切る。行くぞ竜巻。まだだ。まずいぞ。うりゃ。かかってこい。仕方ねえ。ウソッペパフォーム。まだだ。そこをどけ。おとなしくついてこい。あいつら坊主ごと薬草を持っていきやがった。おうぞ、あいつを助けねえと。目を離した隙にさらわれちまうとは。大丈夫かな、あいつ。とにかく後を追うぞ。もう追いついてきやがったのか。諦めて坊主を返せ。こいつがこの薬草を渡せば返してやるよ。嫌だ。母ちゃんの病気を治すためにはこれが必要なんだ。なら交渉決裂だな。待て、そいつに手を出すんじゃねえ。心配すんな、ウソップ。あいつは一人だ。何かする前に。一人だ。スナッファッファ、果たしてそうかな。俺にはな、心強い用心棒の先生がついてんだよ。あ、用心棒の先生。なんかこのパターンさっきも。てめえら覚悟するんだな。あの笑い方、それにこの展開、あいつさっきの砂族のボスと何か関係が。いいから構えろ。食われても知らねえぞ。では先生、やっちまってください。
一体どうしまったんだ。なんだか力が湧いてきやがる。あ、俺もだ、ウソップ。理由はわからねえが、確かに力が溢れてくるな。あのトカゲには悪いが、少し試させてもらうか。そうだな。あう。仲間の力を見せてやる。いつでもいいぞ。行くぞ。トラッキー！邪魔だ。トップグリーンの多彩性見せてやる。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。待ってろよ、今助けるからな。鬼倒す三段はつけてきた。仕方ねえ、ウソップ。アームポイント。刀の旅にしてやる。俺の方が強い。すごー。そんなサンドラオオトカゲの先生が。おい、スナファ、まだやるか。うん、許してください。ボス、大丈夫か。はい、ありがとう。お兄ちゃんたち。母ちゃん、大事にしてやるよ。行くよ。本当にありがとう、お兄ちゃんたち。ねえ、ウソップ、ゾロ、チョッパー。無事に記憶のほつれを解消できたみたいね。ああ、バッチリだ。ところで、向こうでトカゲと戦ってる時に妙な感覚があったが。俺もそれ感じたぞ。ああ、俺もだ。リム、なんだかわかるか。多分だけど、あなたたちの中にあったつながりのようなものじゃないかしら。つながり？記憶とともにそういったものも奪われることがあるみたい。私にはよくわからないけれど。つながりね。よくわかんねえ。リム、
記憶のほつれはまだあるのかしら。ええ、きっと。それなら見つけ次第解消していくのが良さそうね。次は絶対に俺が行く。ウソップたちだけほつれの中で冒険してずるいぞ。そういう理由かよ。なんだあいつらは。山賊かしらね。今の力を試すにはうってつけだな。三刀流奥義三千世界。まだだだだ。おりゃ。行くぞ。行くぞ。ゴムゴムのガトリング。ゾロ、次も俺に。キャプ。お前ら遅れるんじゃねえぞ。準備 OK だ。トラッゲリ。仲間の力を見せてやる。やっと俺の出番か。ムートンショット。まだだ。これだ。任せろ。ゴムゴムのガトリング。情けねえ野郎だ。ゾロ、次も。キャップ任せろ。私の出番ね。いいもんがあるじゃねえか。よいしょっと。任せろ。Yep.
と。私の出番ね。任せろ。ああ、こんなに砂の上歩いたの初めてだわ。大丈夫か、リム。この辺で一回休んでいくか。平気。あたしの出番ね。今の力を試すにはうってつけだな。待ってるっていうのに、まったく野暮な。バースコート！まだだ！これだ！覚悟しろよ！ゴムゴムのバズーカ！準備オッケー。いくわよ、サイクロンテンポ。まだだ。覚悟しろよ。くらえ。キャップ。任せろ。あいつ嫌な場所にいるな。構わねえ、倒して通るぞ。かかってきやがる。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。バースコート。その程度だ。刀がうずき。交代だ。ウソッペ。パフォーム。ガトリング！
覚悟しろよ。行かねえよ。行くわよ。行くわよ。サイクロンテンポ。やってやろうぜ。これでどうだ。こら待て、お金くらい置いてきなさい。疲れたから腹減ったぜ。安心しな。私の出番ね。行き止まり？いや、上に行けるみてえだな。やってやるぜ。いった任せろ。おい、あそこ。ああ、ここにも山賊がいるのね。よっと。こいつ、ラストオーダーまで随分かかるな。サンジ、大丈夫か？無理すんな。心配無用だ。これぐらい料理できる。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。バースコート！その程度だ。邪魔だ。行くぞ。ゴムゴムのガトリング。まだだ。諦めねえぞ。サンダーボルト点火。残念でした。目指すわ。よっと。おらよ。大丈夫かリム。この辺で一回休んでいくか。平気よ。
女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。肩慣らしといくか。竜巻！任せろ。ゴムゴムのピストル！ゾロ！キャップ！任せろ。やってやるぜ。なんだここ。あたしの出番ね。よし、行くか。任せろ。腹減った飯。食いしん坊ね。待ってろ、すぐに作ってやる。レインベースまでもう少しね。もうすぐビビに会えるな。でも俺たちの姿を見てビビ驚かないかな。そうだな、みんなこの2年でいろいろ成長したからな。服装もあの頃と随分違ってるし。それなら心配はないわ。メモリアの人たちの目にはあの頃の姿に見えるはずよ。人で亡くなってるなんてことがない限りはね。俺は元カナトナカイだ。どうしたアナミ。今竜巻が砂漠の南の方に抜けていったわ。砂漠だし竜巻の一つもあるだろう。今は竜巻が起こるような気象状態じゃないのよ。クロコダイルの技ね。南にある反乱軍の本拠地ユーバが目標よ。ユバってビビちゃんといった町か。クロコダイルは反乱軍を追い込む目的でユバに砂嵐を送り込んでいたわ。だからオアシスだったユバがあんな風に砂に埋もれていたのね。ひでえことしやがる。大丈夫だ、おっさんは砂になんか負けねえ。ユバ、そこに知り合いがいるの。これから会いに行くビビの知り合いよ。
砂に埋もれたオアシスをずっと掘り続けている人なの。ビビはその人を、その人と同じようにクロコダイルに苦しめられている人々を必死で救おうとしているの。ビビちゃんは何でも一人で背負い込もうとしちまうからな。放っておくとワニの野郎に殺されちまう。だがそんなこと俺がさせねえ。そうね、たとえここが作られた世界だろうと、私たちはビビに力を貸すわ。ああ、ビビは仲間だからな。でもビビは無茶をするから早く合流しねえと。そうだな。仲間。任せとけ。お、腕が鳴るな。さあ食え。レディーにはこの特別な一皿だ。さてと、行くか。渡るぞ。くそ。行けるか。ゴムゴムの。こう見えてなかなかやるわよ。任せて。どれどれ。いただき。いって。
ゴムゴムのバズーカ。俺は海賊王になる男だ。びっくりした。なんだって急に襲ってきたんだ。骨を踏んだ音で目を覚ましたみたいね。音に反応するってことか。意外に寝起きはいいじゃねえか。骨はあちこち散らばってる。注意して進むぞ。そこ。おいおい。俺が。ゴムゴムのガトリング。準備 OK だ。やっと俺の出番か。ボーシャット。行くぞ。俺についてこい。必殺火薬帽子。昔今何かしら。いや待て、お前はあの危なそうなトカゲが目に入らねえのか。周囲は骨だらけだ。万が一起こしちまったら俺たちも食われるかもしれねえ。すげえ、かっこいいなあのトカゲ。おやめろ。それじゃあそーっとお宝を取りに行くわよ。いやだからやめとけって。Mm-hmm.
けるか。ゴムゴムのブレッド。今行く。バースコート。任せて。どれどれ。いただき。とうとう俺を本気にさせやがったな。ウソッペン！パフォーム！こう見えてなかなかやるわよ。よし、交代だ。アウンポイント確定。ロゼオ、お前を倒す算段はつけてきた。ソップパンド、どうだ。ボーショット いけるか。ゴムゴムのぶっ飛ばして海賊。キャー、お宝取り放題よ。外だ。まだ砂浜がこんなに続くの？いや、浜じゃねえけどな。前は岩山か。迂回していくしかないわね。ここ降りたら東に進みましょう。それで、この後はどう進むんだ？ひとまず下に降りましょうか。やってやるぜ！それ！よし！
し、行くか。間違ってもレディーに手出すんじゃねえぞ。ムートンシャット。まだだ。これだ。行くぞ。ゴムゴムのガトリング。みんなで力を合わせるんだ。やっと俺の出番か。そこをどけ。覚えとけ。やるぜ、クロカプト。よし。レディーには指一本触れさせぬ。まとめて下ろしてやるか。おら。情けねえ野郎だ。砂漠。ナミさん、下に着いたが、ここからは？そうね、進むなら東ね。地面に荷車の車輪の跡がついているみたいだから、それに沿って進みましょう。